皆さんこんにちは、イカユカリです。鶴巻巻です。ゆっくり霊夢です。スプラトゥーンがラストフェスということなので、急遽イカになっていきたいと思います。最後だと思うと感慨深いね。今回のフェスは究極の選択、煽り VS ホタルですね。ゆかりさんはどっちを選んだんですか？三日三晩寝て考えた結果。考えてねえじゃん。煽りちゃんに投票しました。さあこのフェス、一体どうなってしまうのか。私、今回はちょっと本気出しますよ。突然ですけど私、エルダークラーケンになりました。このイカいきなり何言ってんだ。なろうと思って、簡単になれるものじゃないぞ。煽りちゃん勝利のために、心を鬼にして、ホタルちゃん派を皆殺しにしなければならない。これって、もしかして、スプラトゥーンじゃ、ない？似たようなものですよ。ほらイカジャンプ。こんなまがまがしいイカジャンプ見たことねえよ。なんかさすい高そうな放電してますね。このエルダークラーケンユカリは、前のクラーケンユカリとは性質が異なります。クラーケンユカリが、中、遠距離タイプだったのに対し、このエルダークラーケンユカリは、中距離の接近戦が得意なイカです。不評、久々の野生生物いねえ。あの、インクとか使わないの？今インク補充中ですよ。死肉という名の、真っ赤なインクをね。何それ怖い。今回からエボルブステージ2となり、やっぱりエボルブじゃねえか。いろいろなところに修正が入ったみたいですね。どのあたりが変わったんですか？基本無料になったり、ステージの地形が変わったり、クリーチャーやハンターの性能が見直されたりと、多岐にわたりますが、基本的なところは一緒です。人間どもを皆殺しにするだけだ。なんでこの子は殺伐とすると生き生きするのか。殺意高すぎるんだよな。でもちょっと久々すぎて操作がかなり怪しい感じですね。そういえば、前はステルス行動をしてたよね。今回は足跡とか気にせずガンガン進んでますね。このステージ2からは、ハンターの追跡能力が向上したみたいで、隠れんぼが難しくなってるみたいなんですよ。だったらもう細かいことは気にせず、ガンガン進んだ方が楽な気がしてますよ。でもそれだとすぐ捕まっちゃうよ。って言ってるそばから捕まってますよ。その代わり、クリーチャーのレベル1状態の強さも向上しています。見せてやろう。エルダークラーケンユカリのガチバトルを。どちらかというとガチバトル。このエルダークラーケンユカリの基本戦術は、死の螺旋を基本に組み立てています。死の螺旋って何ですか？スプラトゥーンでいうところのメガホーメーカーです。わかりやすいんだけどなんか嫌だな。まず死の螺旋を打って外れたら電撃ミサイル。電撃ミサイルは3発のホーミング弾です。どちらかが当たったら接近して連続電撃。連続電撃は自分中心の範囲攻撃です。巻き込む敵が多いほど威力が上がる強力な技ですね。そしてとどめの電撃という感じのコンボと戦っています。電撃はスプラトゥーンでいうところのトルネードです。通常攻撃はしない感じなんですね。通常攻撃に追加効果を乗せてある場合は、接近した時に殴ってもいいですね。そんなこともできるんだね。パークでつけられますから、クリーチャーによっては殴りまくるのも強いですね。まずいです。外皮が剥がれちゃいましたよ。捕まったままだし、やっぱりレベル1じゃ無理な気がするよ。この捕獲ドームも仕様変更になりましてね。ハンターを殴ったり殴ったり弾ったり殺したりすれば、捕獲ドームの効果時間がどんどん少なくなるんですよ。それでさっきハンターを一人倒した瞬間に捕獲ドームが消えたんですね。そういうことです。だからレベル1で捕まったからといって諦めるのがまだ早いです。今はハンター一人を狙い撃ちして咀嚼してから逃げるくらいの余裕があります。捕まっても慌てず戦いましょうね。確かにこうしてみるとほとんどかすり傷レベルだね。もちろんクリーチャーによってはレベル1の戦いが不利な子もいるので、スカウトによっては昔みたいにステルス行動を基本にした方がいい場合もありますよ。でもハンターの追跡能力が上がってるんですよね。隠れてやり過ごせるんですか？基本ですけど、新しくなった地形を把握して水辺の位置を覚えておけばステルスもできますよ。そして変身。ミミ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 、やめてください。この感じなんか懐かしいですね。割り振りは電撃ミサイル、死の螺旋、連続電撃に1ずつ振りましょう。進化したけどハンターに追いつかれちゃったよ。捕獲ドームの再始動まであと15秒ほどあるので逃げましょう。左上にハンターのリスポン時間と捕獲ドームの再使用時間が表示されてるんですね。これが表示されてるだけでもクリーチャー側にとっては助かりますね。引くか攻めるかの判断材料になるね。とりあえず今は外皮が心もとないので交戦は避けましょう。先ほど戦闘した大きい水辺まで戻ります。ステルスしないのに水辺に行くんですか？水辺はステルスするのにも使えますけど、戦場にするにも適しています。遮蔽物がないところの方がクリーチャーは戦いやすいですからね。水に入ってた方がイカっぽいですしね。そんな思い出したかのようにイカ設定入れなくていいよ。水に入れないイカとかイカじゃないです。え、まさかのスプラトゥーン全否定ですか？飛んでるイカもどうかと思うけどね。さて、進化ポイントを貯めたいところですが、果たして間に合うか。ステージ2になってから要求進化ポイントが増えてるんですので、ハンターに追いつかれちゃいましたね。追いつかれちまったもんはしょうがねえ。やるか。嬉しそうだな。
本命言うと、もうちょっと水辺で戦いたかった。ハンターたちが追いつくのかなり早かったですしね。まあいいでしょう。貴様にも味合わせてやる。エドガー・フレオ剣下にレベル2の恐ろしさをな。前はレベル3じゃないと戦うのきつかったけど、ステージ2ではどうなの？ステージ2では、レベル2の状態でもかなり戦えます。レベル3になると無双性に早変わりですよ。そう言ってる間にも二人倒してますね。こうして固まって倒れてくれると、連続電撃のコンボが簡単に繋がるので戦いやすいです。捕獲ドームの効果が切れたみたいだよ。へえ、ふーん、そっかー、じゃあ殺す。このイカ、もう捕獲ドームとか気にもしてないですね。こうやって敵を追いかけるふりして、仲間を蘇生しに来たやつに、よくしよくし、わっそう、釣られちゃった。ねえねえ、釣られちゃった。あ、ちょっと失礼、もぐもぐ食っとる場合か。口いっぱいに頬張るんじゃねえ。うまい。最後のハンターさんはあそこで何してるんですかね。巨大野生生物にかじられてる。巨大野生生物さん、足止めご披露様です。クリーチャー側の連携プレイはいかんでしょ。これでホタルちゃん派は全滅です。これはひどい。カオリちゃん派は勝ち時を上げろ。やっほー、これでフェスの勝ちはもらいましたね。安心した、風呂行ってくる。フラグやめろ。それではご視聴ありがとうございました。